理算最適書基礎論の11回目の授業を始めていきます。前回からですね、一般グラフの最小期を完全マッチング問題の話をしてまして、前回そのどのような線形計画緩和を考えるのかって話をしたんですけども、今日はその話の続きになります。ここですね。で、2月2日は予備になってるんですけども、まあ何もなければ、この予備の日は行わないことになりますので、まあそういうことになれば、何もなければ、あと3、今日を含めて3回で、この授業は終わりになります。はい。で、それでですね、まあ今日何をやるかというと、まずその前に、この講義、今まで何をやってきたかということをもう一度言うと、最終的な目標は今やっている、この一般グラフの最小期を完全マッチング問題の話になります。で、まあそこに至るまでに、一般グラフのあ、ごめんなさい。二部グラフの最大マッチング問題の話から始めて、それが一般グラフの最大マッチング問題に、拡張されてというか、進んでいって、まあ、もう一方、二部グラフの最小期を完全マッチング問題の話で進んでいったんですけど、まあ、その二つの話を、基礎として、この一般グラフの最小期を完全マッチング問題の話を今やっています。で、最終的にこの問題、一般グラフの最小期を完全マッチング問題が多項式時間で解けるということを説明したいということになっています。それでですね、使うのはこの非用なし問題のアルゴリズム、つまりこの一般グラフの最大マッチング問題と線形計画法の考え方を組み合わせるということをします。で、それで、その主張追放というものができるんですけども、まあ、主張追放、この二部グラフの最小期を完全マッチング問題の時にはすでに説明したということになります。で、それを実際にやるのは、あ、それって一般グラフの場合にそれをやるのは、次回と次々回の話になるんですけども、その準備を前回からしているという形になっています。で、もう一度最小期を完全マッチング問題が何だったかということを復習すると、向こうグラフがありまして、それに加えて、非負変費用関数というのが与えられます。で、G の完全マッチングで変費用が最小なものを見つけたいという問題です。この場合、こんな感じですね。V1 と V2 を結んで、V3 と V4 を結ぶ。完全マッチングっていうのは、どの頂点を見ても、その選ばれた辺がちょうど一つ接続しているような部分集合のことです。で、今日やるのは前回残した証明の話と、それと完全相対精通性っていう概念があるんですけども、まあ、それに関して議論を行います。で、これはですね、本来そのハンガリー法を紹介したときにちょっと説明するべきことだったんですけども、ちょっと時間に収まらなかったので、スキップした部分ではあったんですね。だからそれをちょっと今日は、紹介します。で、最小期を完全マッチング問題はどのように整数計画問題として定式化されたかというと、こんな感じだったんですね。何かというと、CE というのがその変 E についている費用です。で、XE という変数がその E を完全マッチングに選ぶか選ばないかということを表すものでした。で、もう一度言っておくと、XE は0か1という値を取るんだけども、1の場合には、完全マッチングに、完全にじゃないですね、完全マッチングに E を含めると。ということを表して、そうじゃないと。そうじゃないのを上に書くのはちょっと読めないですけども、そうじゃないのが0のっていうことを、まあ、解釈として与えてたということですね。で、そうすると、V という頂点があったら、それに接続する辺の集合のことをデルタ V と書くというふうに言ってたんですけども、そのデルタ V の中からちょうど一つだけを選ぶということをする必要があるので、それがここの等式制約で書かれているということになります。ですね。で、これが IP と呼ばれているもので、で、IP に対して、線形計画緩和ですね。つまり、この制約、0か1の値を取るという制約を0以上という制約に置き換えたものを考えることによって、線形計画緩和っていうのを作ったんですけども、前回やったのは何かっていうと、この考えているグラフが2部グラフでないときには、この線形計画緩和の最適解が IP の許容範囲にならない場合があるというふうに言ったわけです。これ、G が2部グラフであるときには、2部グラフであるときには、LP の最適解が IP の境界となる、LP の最適解で IP の境界となるものが必ず存在するということが言えたわけです。だから、そういういい具合の定理というのが、2部グラフでない場合には成り立たないかもしれないということが問題だったわけです。で、そのために前回考えたのは何かというと、緩和を強化するって話をしました。何かというと、
新たな制約を追加します。どういう制約だったかというと、焦点部分集合で、その要素数が3以上で、要素数奇数のもの、S、っていうのを考えたら、これですね。S から出ていっている辺全体に関する変数の和、XE の和ですね。これが1以上にならないといけませんよっていう、こういう不等式です。まあ、制約です。で、こういうのを考えます。で、こういうのを考えて、こういうのを追加します。先ほどの IP に。そうするとこんな感じですよ。今 IP プライムと書いてます。で、ちょっとこの C っていう集合の集合を前回導入したんですけども、ちょっとここで、前回とちょっと定義を変えてます。何かっていう前回はですね、この V-S の予想数が3以上っていう制約を、制約という条件を課していませんでしたけども、ちょっと今日の話の流れ上、これ課しておいた方がいいなと思ったので、これ課すことにします。で、これ課すことによる、課すと、この C という集合は変わるんですけども、これ変わるんですけども、この IP プライムは前回やったものとは変わりません。なんでかっていうと、今ですね、完全マッチングがあるかないかっていうことを、完全マッチングの中で費用が最小のものを見つけようと思っているので、グラフの頂点数。ちょっとこれ次のページに作ろうかな。作るのはどうやったかっていうと、これかな。違うな。なんか毎回悩んでる気がする。ページ操作ですね。そういう。作ってください。作りました。今ですね、完全マッチングが存在する中で、費用が一番小さいものを見つけようとしているので、頂点数が偶数だってことを、まあ、案に仮定しているわけですね。この案の仮定だっていうのは、本当に良くなかったんですけども、案に仮定しています。で、そうすると、今、で、S っていうのは、予想数だと今これ奇数だっていうふうに言ってるんですね。奇数だっていうふうに言ってるんです。だから今これ頂点集合 V っていうのがあって、S があるんですけども、じゃあ今これこの V-S っていうのの、予想数考えると、これは必ず奇数になります。奇数になります。で、仮に V-S の予想数が1であると。そうすると何が起きてるかっていうと、S っていう集合は V の中であって、V-S っていうのの予想数1ですから、ここにはちょうど1個の頂点しかないということになります。V って感じになっています。で、そうすると、先ほどのキカット不等式を考えると、制約ですね、この、デルタ S の中の辺に対して XE が1以上を考えると、何が起こるかっていうと、デルタ S っていう集合っていうのは、S から出ていっている辺の集合なわけですね。だからその S の向かって出ていっている辺の軌跡を考えるんですけど、それは必ずこのスモール V になります。まあ、V-S をスモール V とする。そうすると、つまりこれは逆側から見ると、この、ラージ S から出ていっている辺の集合っていうのは、V、このスモール V から出ていっている辺の集合と同じなわけです。なので、この、デルタ S の中に入っている辺 E に関する XE の和っていうのは、デルタ V に入っている辺 E に関する XE の和となります。で、これは、この和は必ず1に等しいってことは、その IP の制約からすでに言えるんですね。つまり何を言ってるかっていうと、V-S の予想数が1であるとすると、この制約は必ず満たされます。必ず満たされるので、何を言ってかっていうと、V-S イコール、これですね。このような状況の場合は、その C に含めなくても、すでに含め、IP の制約としてすでに書かれていると。
というふうに思っていいわけです。つまり、この制約をつけても、この制約をつけても、つまりその V-S の予想数が1である場合をこの C から除外しても、ここで作られる IP プライムっていうのは変わりません。だから、まあそのようにちょっとしておきます。よろしいでしょうか。だから、そういうふうにしても、この IP プライム変わりませんから、前回証明した、この IP の共有領域と IP プライムの共有領域が等しいってことは、このように C を定義しても変わりません。変わらず成り立ちます。で、これは前回証明ですね。いいでしょうか。で、それで、この IP プライムの線形計画緩和を考えるとこうなると。ね、この、XE が0以上という形で書き換えるということですね。で、前回紹介した定義は何なのかっていう、何なのかっていうと、任意の無効グラフに対して LP プライムされた機械で IP の境界となるものが存在するということです。で、さっきもちょっと言ったんですけども、これ任意と言ってるんですけども、ちょっとこれはやっぱり言い方が悪かったかもしれなくて、V の要素数はこれ偶数だってことを、これ案に仮定してます。つまりですね、V の要素数が奇数の場合には、そもそも IP の境界存在しません。IP の境界存在しません。で、実際、その LP プライムの境界も存在しません。それ後でちょっと見ますが、存在しません。ので、ある意味この定義は無効である というふうに見なせるわけです。だから、本来、この定義を考えている時の、仮定としては、V の要素数が偶数であるということを、念頭に置いていると思ってください。で、この証明を今日はやるというのがメインテーマです。で、これが正しいとなると何が言えるかっていうと、先ほどの性質から、この IP の最適値と IP プライムの最適値が等しいということがわかります。共有領域等しいですから、最適値も等しいと。で、一方、この定理が等しければ、この部分のイコールですね。つまり、LP プライムの最適解で IP の境界となるものがありますから、IP の最適値と LP プライムの最適値は等しくなります。で、前回ですね、ちょっとここの不等号の向き、間違ってましたけども、ここで今、正しい方向に向けてます。で、何を言いたいかっていうと、この、本来言いたかったのはこの IP なんだけども、この IP 解くためには、この LP プライムって解けばいいんだってことになるということですね。で、次回はこの LP プライムを実際にどう解くのかってことを考えるってことをするわけです。よろしいでしょうか。で、今からやるのは、この証明ですね。この証明になります。で、証明すると言ってるんだけども、証明の前に、今この偶数であるっていうことを、V の頂点数、V の要素数、偶数であるっていうことを仮定するっていうふうに言ったんだけども、じゃあ実際これ奇数の場合に、LP プライムも IP も、だからまあ IP は境界を持たないんですけども、LP プライムも境界を持たないんだってことをちょっと説明します。ちょっと早いかな。いいですか？それで、ありがとうございます。それでですね、そうか、その前に、ちょっと今日はですね、そうかそうか、ですね、第8回目かな？線形計画法と整数計画法を説明したときに、端点っていう概念を説明したんですけども、その端点の、性質を少し使うところがあります。で、ちょっと証明なしで使ったりする、ちょっと、講義の組み立てがちょっと悪くって、本来そこの部分で説明するべきだったんだけども、それを説明しなかったところがあるので、それを今から説明します。で、何かというと、今ここにですね、標準形の線形計画問題があります。標準形の線形計画問題があります。で、この、許容領域を定めるこの制約ですね。制約を見ると、これは、この許容領域は多面体であるということがわかります。こんな感じですね。これ今二次元の例ですけど。で、この方向ですね。これ今、目的関数の方向だと思って、これを最小化するのは、この許容領域であるトスタメン体の中のどこに現れるかっていうと、ちょうどこの辺の上の点はどこでも最適解になります。この方向に関して最小化されている点になっています。だからこのようにですね、線形計画問題の最適解が一つに決まらない場合というのがあります。
でも決まらない場合であっても、何か言えることがあって、何かというと、標準形の、これは事実ですね。標準形の線形計画問題に対しては、もしそれ最適解が存在するならば、許容領域の端点であるような最適解が必ず存在します。今ですね、この辺上の点はどこでも、これ最適解なんですけども、その端の点っていうのが必ず存在します。で、その端の点も必ず最適解になっています。ってことは言えます。これじゃあこれ標準形じゃないとちょっと注意があって言えない場合があるんですけども、標準形であればこれ必ず言えます。で、まあ、証明書を出したんですけども、まあ、そういうことは言えます。ので、この、性質を実際使っていきます。今日の証明では。だから何かっていうと、最適解の中でも、その許容領域の端点であるような最適解で、まあ、で、このような、最適解のことを端点最適解と。いうことにします。最適解って言葉は今後使わないかもしれませんけども、安定最適解と言ったりします。で、まあ、証明はしたいんですけども、まあ、この、まあ、2次元の図から見ると、まあ、それは正しそうかなって気はするんですけども、まあ、これあんまり直感を与えているような図ではないので、しかもこの高次元の場合ですね、変数の数が2よりも大きい場合にどんな感じなのかってことはちょっと想像がつかないかもしれませんけども、これは正しいです。この事実は正しいです。でですね、この事実を使っていきたいんですけども、残念ながらですね、先ほどの LP プライムという線形計画緩和は、この標準形の線形計画問題じゃないんですね。だから、その線形計画問題を標準形にちょっと変える必要があります。何なのかっていうと、今日の証明でこの事実を使いたいんですけども、そののためには LP プライムっていうのが標準形の線形計画問題ではないってことがちょっと引いてきます。ので、それをちょっと変えます。で、それが今ここに書いてあることで、次のように書き換えれば LP プライムも標準形の線形計画問題と見なせる。この見なせるっていうのは非常に曖昧な言い方なんですけども、まあ本当に見なせます。で、どういうことかっていうと、もともとですね、ここのヒカット不等式ですね、だったところは、XE の和が1以上という形になっていたんですけども、標準形の線形計画問題ではこういうような不等式制約を許さなかったので、それを等式に変えます。で、それを変えるっていう手法は実はいろいろあるんですけども、ここでは何をやったかっていうと、その差分ですね、この左辺が1よりも大きくなってしまう部分を、この新しい変数に吸収させます。今その新しい変数を largeXS と置いてます。で、その吸収した分、と、元々の左辺の和がちょうど1になりますよって形に書き換えるわけです。で、その余ってる部分のことを、余ってる部分は0以上じゃないといけないので、それもここに制約として加えます。で、そうすると、すべての変数が0以上であるという制約があって、他の制約は全部等式制約になっているという標準形の形に書き直せるわけです。で、ちなみにですね、このようにその余りの部分を表す変数のことを余りを表す英語スラックっていうのを使って、まあ、スラック変数と呼ぶことがあります。まあ、名前はここではどうでもいいです。で、いずれにせよですね、その LP プライムという線形計画問題が、このような形で、を通して標準形の線形計画問題に書けられます。で、そうすると、この線形計画問題の許容領域の端点っていうのを考えられるようになります。で、その端点の中の、この large x の方を忘れて、x だけを取ってくると、LP プライムの境界が得られるわけです。っていうのは、まあ、こんな感じになっています。だから、幾何学的に考えると、何かっていうと、もともとは、この small x っていう変数しかなかったんですけども、large x っていう変数を使うことで、次元を上げるわけですね。次元を上げます。で、次元を上げて、その次元を上げたところの許容領域っていうのは、ポスタメントなんだけども、そこには必ず端点が存在します。端点最適解が存在します。で、それをまた下ろしてくると、下ろしてくるとっていうのはその忘れるわけですね。僕なんかこれ遮影してるんですけども、忘れて、large x の方忘れて、small x の方だけ見ると、実は LP プライムの、最適解が得られるという感じになっています。はい。で、まあ、そういうことから今、この X のことを、LP プライムの、単点最適解と、単点境界と
と呼ぶことにします。もともとの、形を、このように書き換えた標準形の線形結果問題の許容領域の端点を遮影したものを LP' の端点境界と呼ぶことにします。ちょっとややこしいですね。いいでしょうか。はい。で、これは、今言ったことは、この今からやる証明の最後の方でしか使わないんですけども、それちょっと使わないと証明ができないので、ちょっと今紹介しました。で、休憩の前にですね、この頂点数が奇数の場合、実際その LP' の境界は何だってことをちょっと言います。まあ、これ1枚で終わるんですけども、何かっていうと、今から言いたいのはこれですね。LP' は境界を持たないっていうのを、頂点数が奇数の場合に言います。で、なんでかっていうと、ピカット不等式を満たすような X が必ず、X がないからです。ピカット不等式これですね。ピカット不等式。で、キャット方式何なのかっていうと、任意の頂点部分集合 S で、S の要素数が3以上で、S が奇数であるようなものに対して、これ満たしなさいというふうに言ってるわけです。で、今ですね、この頂点集合 V っていうのがあったときに、この V の要素数、今これ奇数だってことを今これ仮定するわけですね。仮定するわけです。で、そうすると何かというと、この S として V が選べるんです。まあ、任意ですかね。そうすると、S を V とすると、何がいるかっていうと、このデルタ S。デルタ S って何だったかっていうと、S っていう集合があったときに、S から出ていっている辺の集合です。これがデルタ S でした。そうすると、V っていうのを S だとすると、V-S がこれ空集合になります。つまり、この V から出ていっている辺っていうのはそもそも存在しないわけです。いいですか？つまり、これですね。デルタ S は空集合になります。空集合ってことは何かっていうと、この左辺ですね。これはデルタ S の中の辺 E を見て XE の和を考えるんですけども、そのような E を取る場所がもうそもそもないわけです。だからこの和っていうのは0になります。で、0っていうのは1未満ですから、この1以上になるという不等式を満たすことはありません。つまり、このピカット不等式は、S が V であるときに、満たされない式になってしまって、つまり、この式を満たすような X は存在しない、つまり、許容解は存在しないということになります。LP' は、V の要素数が奇数の場合には許容解を持ちません。ということになって、この V の要素数が偶数のときだけ考えればよいという話になるということになります。よろしいでしょうか？ではですね、休憩をしまして、休憩の後で、この、実際この証明ですね、進めていきたいと思います。では2分休憩しましょう。2分休憩しましょう。2分が。はい、じゃあ2分休憩します。
はい、それでは休憩を終わりまして、いたします。ということは、先ほど言ったエドモンズの、これ完全マッチング多面体定理と呼ばれるんですけども、多面体っていうのはその LP プライムの共有領域に関する性質を言っていて、それが多面体なので、多面体定理と言ってるんですけども、それを証明していくということになります。で、証明するのはこれですね。で、先ほど言った通り、この V の要素数が偶数であるときのみ考えます。で、今から紹介する証明は、このシュクライファーの論文に書いてあるものを参考にするんですけども、この参考にする方法が難しくて、いろいろとちょっと紆余曲折があって、もしかしたら今から、見ていくところの中で整合性が取れてないかもしれないんですけども、一応、それを参考にしたってことだけはお伝えして、ただですね、ちょっと難しいところもあるので、ちょっと飛ばしたりする部分があります。それちょっとご容赦ください。だから、証明といっても、なんかこの、今からやる話で完結というわけではないっていうことになります。で、ですね、それを証明するんですけども、次の形で証明します。で、その強めた形ってことは言ってるんですけども、これを証明すれば十分です。で、何かというと、まず頂点数が偶数の2の2個グラフを考えて、これは先ほどの、エドモンズの定理の言ってることと同じなんですけども、で、次は成立することを証明します。何かというと、X っていうのが LP プライムの境界であるならば、これだから仮定ですね。X は IP の境界の凸結合として表現できる。で、凸結合っていう言葉は、今まで定義してなかったのが、これがだからそのちょっと準備がまずかったって感じなんです。準備っていうかその、整数計画法のところの話のところでちゃんと定義するべきだったことなんですけども、これ何かっていうと、これ一緒に書いてあって、線形結合で、係数が全て比譜であり、係数は1であるもののことです。で、今ここに例があります。これは、何かっていうと、ここに青く書いているのが、これが LP プライムの境界です。各辺に変数があって、その変数の値が今これ決まっていると。4分の1とか2分の1が決まっていると。で、それがあったら、これをこの右のように分解できます。で、どういう分解かっていうと、この一個一個ですね。一個一個は、これは IP の境界だと思ってください。で、IP の境界もその辺の上に、その辺に対応する変数の値が書いてあるんですけども、0は書かないっていうふうにしてます。で、今その IP の境界がここに3つあると思ってください。で、その前にこの係数があります。2分の1、4分の1、4分の1。これが、この下の、線形結合で言っている、凸結合と言っているところのこの線形結合の係数です。で、この係数は今どれも0以上ですね。2分の1、4分の1も0以上で、なおかつ足すと1になっています。だからその係数は1であるという条件を満たしているわけですね。ですか？で、実際に、この3つの IP の境界、この、係数かけて足し合わせてあげると、左のものになるということが、これ、わかると思います。IP の境界っていうのは、つまり、これ、グラフの完全マッチングに対応してるわけです。ですか？IP の境界は完全に完全マッチングに対応してますから、完全マッチングに対応するように、つまり、この左の場合は、この3つの変化になる完全マッチング。こんな感じですね。真ん中の場合はこの3つの変化になる完全マッチング。右の場合はこの3つの変化になる完全マッチング。という感じになっている。に対応した IP の境界があるわけです。この強めた形が何を言っているのかということはいいですか？この左のような LP プライムの境界があったら、それを右のように IP の境界の凸結合で書けますということです。で、実際に証明するのはこれです。で、なんでか、で、今からまず初めに言わなくちゃいけないのは、これを証明すると、先ほど前のページで言っていたこの赤い定理ですね。もともとのこのエドモンズの定理がなんで証明できるのかってことをまず確認します。で、それを言いましょう。で、これをやります。じゃまず、その X を LP プライムの最適解だとしましょうと。で、そうすると、最適解であるってことは、それは、
X は LP プライムの境界でもあります。境界の中で、目的関数の値を一番小さくするのが最適解ですから、X は LP プライムの境界でもあります。そうすると、先ほどの強い形っていうのを使うことによって、X が IP の境界の突結合として表現できるということがわかります。その表現をこんな感じにしましょう。だから今ここでは XI っていうのは、X1 から点点点 XK っていうのがあるんですけども、これらは全部 IP の境界です。ですか。で、で、なおかつ、このですね、このラムダ、かけない、しまった、ちょっと待ってくださいね。このラムダ1からラムダ K ってこれ係数があるんですけども、これ突結合の係数なので、これ全部0以上で、なおかつ、その和、i が1から k までのラムダ i の和っていうのはこれ1になります。っていう形の表現ができるわけです。で、そうしたら、何考えるかっていうと、この C という、LP プライムの最適解の目的関数値を考えます。それはそのまま C 点チェックですね。C っていうのは各辺についている、費用をベクトルとして並べたものです。ですね。そうすると、X は今上の形で突結合で書けると言っているので、それを代入するとこういうふうに書き換えられます。ですね。で、XI っていうのは IP の境界なので、IP の境界は実は LP プライムの境界でもあります。ですね。なんでかっていうと、IP と IP プライムの共有域は等しくって、IP プライムと LP プライムを比べると、LP プライムは IP プライムの、何を言ってるかわかんないですね。だからまあ、一応言っておくと、XI っていうのは、LP プライムの境界になります。そうなので、C 点値 XI と C 点値 X と比べると、X っていうのは LP プライムの最適解ですから、ここに書いてあるような不等号が得られます。で、この時にラムダ i が0以上であるっていう条件を使っているところに注意してください。この部分に比べるとこうなっていると。不等号が得られると。で、そうすると、この和ですね。この和っていうのは、C 点値 X はこの i に依存しません。からこの前に出せます。そうすると前に出して残るのは、この和の中に残るのはラムダ i だけです。で、ラムダ i の和は1だというふうに言ってますから、つまり、この和は C 点値 X と等しいということになります。ですか。そうすると何がわかるかっていうと、C 点値 X が C 点値 X 以上であるというふうに言ってるので、つまり、ここの、不等号は実際、等号になるわけです。そうすると何が言えるかっていうと、今、この黄色の部分ですね。この C 点値 XI と C 点値 X 比べてるんですけども、それがどこも統合で成り立つ必要があります。C 点値 XI と C 点値 X は、人間 i において等しくなります。何を言ってるかっていうと、X の目的関数値と XI の目的関数値を等しいと言っていて、X は最適値だ、最適解だというふうに言ってるんだから、XI も最適解なわけです。だからいいですね。これ XI はどれも LP プライムの最適解です。つまり何を言ってるかっていうと、LP プライムには IP の境界であるような最適解が存在するということが分かったわけです。で、これが、エドモンズの定理で証明したかったことだから、何を言ったかっていうと、強めた形が正しければ、そのエドモンズの定理が証明できるということになるわけです。いいでしょうか？という形になるので、その先ほどの強めた形ですね。LP プライムの境界が IP の境界の突結合で表せるってことを言えればよいということになります。で、これね、今から証明していきます。いいでしょうか。よくわかんないですかね。で、まあ、これがいいとすると、この強めな形を証明すればよくなるので、それをやっていきます。で、それはですね、
この頂点数プラス辺の数に関する機能法でやってきます。それは機能法ですね。でやってきます。そうすると、今ですね、頂点数は偶数の場合やってますから、一番、この V プラス E が小さい場合というのは、V 要素数が2で、なおかつ、辺がある場合。だから、これですね。だから、この場合になります。まあ、辺がなかったら漢字マッチ持たないので、考える必要ないんですけども、この場合をやります。この場合、V プラス E は3になります。で、この場合やります。でそうすると、これ頂点数が2で、辺の数1ですから、考える裏はもうこれしかないわけです。で、この場合は、まあ、実際に IP と LP プライムっていうのを書いてあげると、IP と共有領域、IP の共有領域と LP プライムの共有領域が等しいということがわかります。あ、これはちょっとすみません。これは、待ってくださいね。いいですね。いいですね。これは正しいですね。ルールが等しいだと分かりまして、で、境界は XE イコール1に限られる。辺が1個しかなくて、その辺に1を割り当てるってことしか境界になりません。だからそれは、この場合しかなくって、強い形のも正しいと。つまり、この LP プライムの境界っていうのはこれしかなくって、それは、そのまま IP の境界になっているということになります。だから、この場合正しいです。まあ、この場合簡単な場合なので、まあ、すぐ終わるってことですね。いいでしょうか。で、機能法を本当に進めていくのは次からで、一般の場合ですね。一般の場合っていうのは、左右に大きい場合ですけども、で、考えるのは、LP プライムの境界 X だったら、その X っていうのを IP の境界の都市結合で書きたいっていうことを言うわけです。で、ここで、場合分けがあります。場合分けがあります。で、3パターンがあって、ある辺 F に対して、その辺に対する X の値が0である場合と、その辺における X の値が1である場合。で、そうじゃない場合っていうのは3番目。そうじゃない場合は、すべての F に対して、辺 F に対して、XF の値が0よりも真に大きくって、1よりも真に小さい場合が3番目です。で、3番目が一番難しい場合になります。で、ここでまず中があるんですけど、何かっていうと、そもそも、このすべての F に対して、XF の値は必ず0以上1以下になります。なぜか。なぜかというと、今この下にですね、AP プライムの制約書いてるんですけども、そもそもすべての辺に対して0以上じゃなくちゃいけないという制約があります。だから、この左側のですね、XF が0以上になって、これは正しいことはすぐわかります。じゃあなんでですね、XF は1以下ではないといけないのかということを考えます。じゃあ、今、F っていう辺を見ますね。F っていうのは辺ですから、両端点ありまして、まあ、両端点もどちらでもいいんですけども、その頂点一つ取ってきて、これをじゃあ U としましょう。そうすると、すべての頂点に対する制約っていうのがあります。これですね。で、これを U について書いてみると、U に対するこの、デルタ U の XE はこれ1じゃないといけないというふうにこれ言ってるわけです。一方で、デルタ U の中に F って入ってますから、これは、ここに書いてあるものは XF 以上になります。XE 全部0以上ですかね。なんでかっていうと、F がデルタ U に入ってるからですね。こうなります。つまり、XF は必ず1以下になると。ことがわかるということになります。いいでしょうか。だから必ずすべての辺 F に対して、その X の値は0以上1以下であるということが満たされるので、この場合分けですべての場合を尽くしているということがわかります。いいですか。で、この場合1から順番にやっていきます。ある F に対して、辺 F に対して XF が0である場合。まあ、こんなちょっと例で書いてますね。で、今これが X です。で、今、つまり、0の場合書かないって言ってましたから、これ一番上のところの値がこれ0であるというふうに思ってるわけです。で、この時何を考えるかっていうと、この辺 F を削除します。のような感じですね。で、削除して、この削除した、削除したら、この X から、この削除した辺の成分も削除します。で、それを X プライムとします。まあ、それ直射影と今、ここに書いてますけども、そういうような、
ものを作ります。X プライム。で、そうすると、この X プライムは、X プライムは、これ新しく作ったグラフですね。この辺 F を取り除いたグラフに対する LP プライムの許容解になります。許容解になります。これは重要です。なぜか。この、同じような話、今後も出てくるので、ちょっと、ここだけは、ちゃんとやろうと思います。で、なんでかっていうと、まずですね、この G と G プライムの頂点集合は変わらないです。同じですね。だから、この C も同じです。C っていうのは何だったかっていうと、ちょっと上に書くと、C っていうのは、頂点部分集合で S の要素数が3以上で、V-S の要素数が3以上で、S が奇数ですね。要素数奇数。で、こういう集合の集合だったんですけども、その元々の、G に対するその C っていう集合と G プライムに対する C っていう集合は変わらないわけです。C っていう集合は、頂点集合 V とにしか依存しませんから、V が同じだったら C も同じになるわけです。ということは、これですね。この LP の制約のこの C の要素として取られる S は変わらないです。変わらないです。で、何がポイントかっていうと、これポイントって書きますね。ポイントって書く。何かっていうと、任意の辺部分集合、F、ちょっと待ってね。F は、E の、ですね。E に対して、F の上で、XE の和を取ったものと、やっぱこれは F、これ、聞いた方がよかったです。すみません。F 以外の、ですね。に対して、XE、ごめんなさいね。これは私が書けてるとと違うんで、こうですね。に対しては、あれ、もう一回。に対して、XE に対する F、XE の和と、F を取り除いた X プライム E の言葉はこれ等しいということが言えます。なんでかっていうと、なぜならば、XF は0だからですね。ただこの左辺の中に、この XF っていうのが出てきてるんだったら、それは0なので、右辺のように、だからまず、何を言わないといけないかっていうと、F 以外の、スモール F 以外の辺については、この XE と XE プライムの値が同じなわけです。こうたら、このように、この同じものを持ってきてますから。で、XF の部分はこれ0なので、左辺の部分に立たされていたとしても、それは、0としてしか現れませんから、変わんないわけですね。取り除いても変わらないわけです。だから、ここに書いてあるような、性質が必ず成り立つわけです。で、そうすると何かっていうと、今ですね、ここら辺にその、C は変わらないとか、この V は変わらないというふうに言ったんですけども、この左辺に現れているこの式の見栄えは、変わるかもしれないんですけども、それはですね、XE から XE プライムに変えても値は変わらないわけです。だから、もともと、この、式、制約ですね、を満たしていたら、この XE プライムの方でも必ず満たすというのが、このポイントって書いた、この事実からわかります。つまり何を言ってるかっていうと、X プライムっていうのが必ず、この、3つの制約を満たすってことがわかるわけです。つまり、X プライムは LP プライムの許容解です。よろしいでしょうか？ちょっと説明の仕方がいけなかったかもしれませんけど。
だからこの左辺の値は、変わんないです。変わらないというのは、その x から x プライムに変えても変わんないです。いいですか？そうすると、LP プライム、X プライムは G プライムに対する LP プライムの境界なので、機能法の仮定が使えるわけです。G プライムっていうのは、元々の G よりも辺の数が一つ少ないですから、機能法の仮定使えます。で使ってあげると、X プライムっていうのは、G プライムに対する IP の境界のドットスペースを書きます。例えば、今、ここに書いてあるものがあったら、このグラフの完全マッチングに対応する IP の仮定ですね。っていうのが、まあ、いくつかあって、まあ、この場合は2つあって、この場合はそれらを係数2分の1をかけて足してあげると、x プライムが作れます。だからこの場合は、x プライムは、2分の 1x プライム1プラス2分の 1x プライム2っていうふうに形になっています。ということですね。ですか？で、そうしたら何が、わかるかっていうと、この、x プライム1、x プライム2っていうのから、を使って、x を IP の境界のドットスペースに書きます。それどうすればいいかっていうと、これですね。x プライム、x プライム i から xi っていうのを作ります。でそれはただ単に、この削除した辺を付け加えて、そこに対する、変数の値を0にしてあげるってことだけをします。でそのようにして、作るんですけども、そうすると、これもともと、x プライム1とか x プライム2っていうのは、この辺を取り除いたグラフの完全マッチに対応していたわけです。完全マッチに対応していたので、どの頂点を見ても、その頂点に、接続する1という値が割り当てられた辺の数が1個になっています。で、そこに辺を今戻してあげて、そこに0を割り当てても、今言った、性質は保たれるわけです。どの頂点を見ても1と書かれた辺がちょうど1個だけ接続していると。つまり、このように作った x1 とか x2 っていうベクトルは IP の評価になります。G に対する IP の評価になります。で、係数変わらないですから、係数変わらずにそのまま突発結合を作ってあげると、それが x になるという性質も保たれると。つまりこの場合は、x イコール2分の 1x1 プラス2分の 1x になると。それはもともとこの右側の方で、x プライムイコール2分の 1x プライム1プラス2分の 1x プライム2となっていたものが、そのまんま、この元々のグラフの突結合に、移されるという形になって、つまり、元々の方で x がIP の境界の土地結合として書けるという性質が成り立ちますという結論になります。いいでしょうか？ありがとうございます。で、これがですね、一番簡単な場合なんです。これが一番簡単な場合だっていうのはちょっともうそれでも困っちゃうんですけども、これ一番簡単な場合です。で、2番目の場合じゃあやっていきます。二番目の場合は何かっていうと、これでしたね。ある辺 f に対して xf が1であると。まあ、こんなような場合ですね。こんなような場合。で、この場合にはどうするかっていうと、先ほどと同じようなことをやるんですけども、この1っていう辺と、その辺の両端点に関連している部分を全部取ります。こんな感じです。もともとこのグラフには、ここに頂点があって、ここに辺があって、で、この辺の今値が1してたんですけども、この頂点に接続している辺、これは全部取り除くわけです。で取り除いて、このグラフができます。で、その取り除いたところの、値は全部忘れて、だからこの1も忘れますね。この1も忘れて、あれ？この1も忘れて、x プライムっていうベクトルを作ります。で、この小さなグラフに対する、この x プライムっていう、このベクトルができるんですけども、これは、この小さなグラフ、これ今 g プライムと呼んでますけども、この g プライムに対する lp プライムの評価になるということが、先ほどと同じような形で証明できます。証明できます。そうすると、つまりこの x プライムは、やっぱり、この g プライムに対する ip の境界の一つ結合として書けるということが言えるわけです。機能法の過程から。こんな感じですね。まあ、この例でも、x プライムは、2分の 1x プライム1、
プラス2分の1 x プライムと。こんな感じになっていくということになるわけですね。で、やることは先ほどの場合1の時と同じで、全部戻してあげるんですけども、この1のところはやっぱり1として戻してあげると。何を言ってるかというと、こんな感じですね。元々のこのグラフの方があったんですけども、それに今忘れた部分をつけてあげて、忘れた部分の元々変数が1だったところはやっぱり1にしてあげると。でそうすると、これで、元々がこの G プライムの完全マッチに対応するような値の割り当てだったんですけども、これ、ここから、この、忘れた2つの頂点の間を1という値を持つ辺で結んであげるという形になるので、これによってできる、解っていうのはやっぱり IP の許容解になります。ベクトルも IP の許容解になります。という形で、右側にあった、X プライムイコール2分の 1X プライム1。プラス2分の 1x プライム2っていう関係が、左の元の方に戻って、x イコール2分の x1 プラス2分の 1x2 という形になって、やっぱり x は IP の境界の土地結合としてかけるという結論が得られるわけです。いいでしょうか。これが場合2ですね。そうすると、残ったのは、すべての辺 f に対して、その x の値が0よりも真に大きくって、1よりも真に小さい場合になります。で、この場合がややこしいです。で、ここで初めて先ほどのその単展開の話を使うことになります。で、どうするか。だから、今考えるのはこの場合ですね。すべての f に対して、xf が0よりも真に大きくって、1よりも真に小さい。で、この時はまず、この条件を満たすようなグラフが、どういうふうになっているかということを考えます。で、まず、それ何か。このグラフは連結であるとかできます。連結でないってどういう感じかっていうと、グラフが、なんかこう、複数の部分に、こう、なんか、分かれていて、その間を結ぶような辺がないっていう場合ですね。これが非連結の場合ですね。非連結が、連結でない場合です。で連結ではない場合はどうすればいいかっていうと、その、まあ、連結成分って言ってるんですけども、その、それぞれ、分かれている部分、それぞれに対して、証明すればいいです。あるいは、その、分かれているもの、それぞれは、頂点数や辺の数が元のグラフよりも小さいグラフだと思えるので、そこに機能法の仮定を適用すれば、証明ができるという形になります。だから、そういう場合はもうすでに、証明が簡単にできるので、その連結成分が1個の場合、つまり全体が連結である場合と考えればよろしいということになります。だから、連結であると仮定できます。いいですか？で、また言うのは何かっていうと、このグラフには次数が1の頂点が存在しないということが言えます。もし次数が1の頂点が存在して、なんかグラフが、なんかこんな感じになっているとします。でそうすると、今この次数が1の頂点 V、があったら、その頂点には接続する辺が1個しかありません。でその辺を E としましょう。でそうすると、何が言えるかっていうと、この LPPM 制約の初めのものですね。初めのものを見ると、E、デルタ V に入っている辺に対して、その、変数の値、ちょっとこれ EPM します。が1でないといけないってことが言えるんだけども、今これデルタ V っていう集合の要素が E しかないわけです。E しかないんで、この左辺の値っていうのは XE になります。つまりこの場合は XE が1になりますね。そうするとこの場合はここに書かれている仮定に矛盾するわけです。いいですか？だから、このような頂点、次数が1の頂点っていうのは存在しません。いいですか？つまり、すべての頂点の次数は2以上になります。すべての頂点の次数は2以上なので、そのグラフの辺の数っていうのは必ず頂点数以上になります。これ何でなのかってことを言うと、ちょっとこれはグラフのことをよく分かってないといけないかもしれませんけども、握手誇大っていうのがあって、握
初代って何なのかっていうと、円の数っていうのは、二分の一かける次数は、すべての頂点の次数の和、すべての頂点の次数を足したものになるってことは知られてます。で、今、すべての頂点の次数は2以上だっていうふうに言ってるんで、これは2分の1かける2かける頂点数以上になります。つまりこれは頂点数以上になるということになるわけです。いいでしょうか。ここまで。だから、今、この条件ですね。すべての f に対して、xf が0よりも真に大きくって、1よりも真に小さい。というときには、必ず、辺の数は頂点数以上になります。じゃあ、そういう連結グラフはどういうグラフなのかと言われると、2パターンがあって、例えば、じゃあ、今から2つ考えるんだけども、辺の数が頂点数以上、頂点数に等しい場合。で、この場合にはどういうことになっているかっていうと、これは、こういうふうな経路になっています。しかも、今、頂点数偶数だと仮定してますから、この頂点数偶数ですね。頂点数偶数の経路になっているわけです。で、この場合は直接証明できます。何を直接証明できるかっていうと、まず、LP プライムの、許容解を1個持ってきます。で、その許容解がどんな感じになっているかっていうことをまず考えます。で、すべての辺に与えられているその変数の値は0よりも真に大きくって、1よりも真に小さいんですけども、例えばある辺に対してその値が α だとしましょう。α は、0よりも真に大きくって、1よりも真に小さい。そうすると、その隣の辺ですね。この辺、例えば。この辺には何の値が割り当てられてないといけないかっていうと、この2つの辺の共通端点である頂点を見てみると、その頂点に接続する辺の変数の値の和は1でなくちゃいけません。この制約から。1でなくちゃいけません。そうすると、片方が α だったら、もう片方の辺の値は1マイナス α じゃなくちゃいけないということがわかります。いいですか？そうすると、それがどんどん続いていくので、1マイナス α の隣の辺の値は α じゃなくちゃいけなくてってことが、こう続いていって、すべての辺の値が、変数の値がこう決まるわけです。で、これ偶数調の変化がちゃんと最後、つじつまが合うという形になります。で、このような LP プライムの許容解というのは必ずこのような形をしているわけです。で、そうすると、これを2つの、完全マッチングに対応する、つまり IP の許容解の線形結合として書けるようになります。凸結合として書けるようになります。で、実際書いてみると、これは何かというと、α プラス1マイナス α のこれと。という形で書けるということになるわけです。で、そうすると、今、α は、0よりも大きくって1よりも小さいので、α は、もちろん、1マイナス α も0よりも大きいです。かつ、α 足す1マイナス α っていうのはこれ1になってます。つまり、これが凸結合です。これは IP の許容解の凸結合。になります。だからこの場合正しいということがわかります。いいでしょうか。今、この頂点数が8の場合でやってますけども、これいくつであっても、これ偶数だったら同じような議論ができるということになります。いいですか？だから今、この辺の数と頂点数が等しい場合は、このように証明できるということになったわけです。だから、あと残っているのは、辺の数が頂点数よりも真に大きい場合です。で、この場合が難しいです。今、ずっと簡単な場合だけやってるんですが、この場合、難しい場合っていうのは、これですね。この場合です。辺の数が頂点数よりも真に大きい場合です。で、この場合が難しくって、この場合に初めに言ったその端点許容解っていう概念を使うことになります。
で、まずこの仮定があります。今、X っていうのは LP プライムの許容解であるっていうふうに仮定していたんですけども、それは実はですね、単点許容解であると仮定しておいです。単点許容解であると仮定しておいです。なぜならば、そに書いてあって、X は実は単点許容解の凸結合として書けるからです。今ですね、この赤いの。これがある、この許容領域であるようなこの多面体の、中に入っている点。つまり、許容解ですね。であると仮定しましょう。でそうすると、この許容解っていうのは、必ず、単点の凸結合として書きます。で、まあ、これ今、例なんですけども、例えばこの点っていうのは、この、例えばですね、この点とこの点とこの点とこの点、あ、このじゃないか、こっちにしようかな。この点が結ぶ、が、作る、こういう、四面体のですね、この中に入っていて、この四面体の頂点の凸結合として書けるという感じになります。まあ、そんなことしなくても、この元々のこの立方体の8個の頂点の凸結合として書けるんですけども、まあ、それは、いろいろと考えてもらうとわかります。もう少しの凸結合に関する、直感がない人用に言うと、例えばですね、この1個の頂点、端点と、この考えている赤い線を結ぶ直線を考えます。でそうすると、これどっかに最終的にこれ当たります。ここら辺に当たります。当たりますね。じゃあ当たったら、この当たったこの時に、この上の面にこの当たった点が存在しているとしたら、この面のどっかこの頂点をまた持ってきて、そこから同じようにこうこの当たった点に向けてこう直線引いていきます。そうすると今度また次、どっかのこの辺に当たります。辺に当たります。辺に当たります。辺に当たったら、その辺の端点と、から、その点に対して、またこの直線を引いていって、別の端点を見つけるということをします。で、これを繰り返すことによって、この赤い点っていうのは、何がいいかっていうと、まずそもそもこの、初めの赤い点っていうのは、初めに選んだ頂点と、端点と、そこから伸ばしていった点の、内分点として赤い点を得られるので、じゃあ今これ X1 として、この当たることによって得られた点を X2 とすると、で、元々の点を X とすると、X は X1 と X2 の凸結合であるということが、わかります。じゃあその X2 に対して、この X3 っていう端点から線を伸ばしていって、その X4 っていう点に当たったとすると、X2 は、X3 と X4 の凸結合だということがわかります。内分点として書けるということは、凸結合で書けている。二つの点の凸結合で書けているということを意味しますから、まあ、そんな感じなわけです。で、今 X4 は、まあ、今、この多面体の辺上にあるんですけども、それは X5 っていう端点から伸ばしていって、まあ、X6 っていうのは別の端点に当たるまで、X4 は X5 と X6 の、内分点であるということが分かれば、X4 は X5 と X6 の凸結合だということが分かります。で、これ、式でちゃんとこれ書けば分かるんですけども、これらの、ことから、X は X1、X2、点点点、X6 の凸結合だということが言えます。で、今、X1 から X6 は全部、この、多面体の、凸多面体の端点ですから、つまり、X っていう許容解は、X1 から X6 っていう単点許容解の凸結合として書けるってことが言えるわけです。で、もしですね、これらのこの単点許容解ですね、単点許容解に対して、この単点許容解が IP の許容解の凸結合として書けるってことが言えれば、それらを組み合わせて X も、IP の単点許容解、IP の許容解の凸結合で書けるということが言えます。ので、単点許容解だと仮定しているということになります。ちょっと今の説明が分かんなかったら、まあ、このなんでなのかってことはあんまり今、重要じゃなくて、計算すればちゃんと分かるので、それはちょっとここではちゃんとやらないことにして飛ばすことにします。まあ、いずれにせよ X は単点許容解として仮定して良いです。あるいはその X が単点許容解の場合に証明できれば全体も証明できます。
で、その時に主張であって、これは正しいことを今から言います。で、何かっていうと、あるイエスに対して、この C の要素あるイエスに対して、この等式が成り立ちます。もともと、その付け加えた、このピカットフ等式っていうのは、この XE の和が1以上であるってことが、すべての S に対して成り立つってことを言ったんですけども、そのような不等式が統合で成り立つように S が必ず存在する。存在するってことが主張です。主張っていうのは今から言いたいことです。で、なんでなのかっていうと、ここで単点境界に関する性質を使います。で、ここがちょっとややこしくて、ここもその第7回の講義の時にちゃんとやっとけばよかったなっていうふうに、後から思うと言うんです。思ったんですけども、何かっていうと、第7回の時にこういうことを言いました。何かっていうと、トツタメン体があって、その、トツタメン体はすべてこのですね、不等式で定義されている場合、不等式で定義されている場合には、Z がこの多面体の端点であるならば、N 個の相似に対して、この不等式が統合で満たされる。ということが言えます。あ、これは、証明しました。これは。これは証明しました。この回。でですね、今この、まあ、トツタメン体をこれは考えてるんですけども、今はこの LP プライムっていう、線形計画問題の許容領域をトツタメン体だと思って、この事実を適用したいんですけども、残念ながら LP プライムの、許容領域って、制約でこんな感じなんですよね。こんな感じ。で、統合もあるんですよ。統合もある。この、不統合だけだったら先ほどの事実使えるんですけども、この統合の制約もあるんですよ。だから、先ほどの事実がそのまま使えないんですね。それはちょっと困ったことなんですよ。で、実際は、ここに書いてある事実が同じように証明できます。何かっていうと、今ですね、標準形の線形計画問題だとすると。標準形の線形計画問題だとすると、その標準形の線形計画問題の許容領域の観点として Z があったら、N-A のランク、A っていうのは標準形の線形計画問題を書いたときに、標準形の線形計画問題が、C 点チェックスの最小化で、制約が、AX イコール BX が0以上と、こういうふうに書かれてあると思う。この A ですね。この A っていう行列のランク、回数を引いたもの、この数字に対して、Z イコール0、ここ間違ってます。すみません。AI n チ Z イコール B ですね。あ、じゃないです。これ合ってますね。すみません。これもともと、等式制約なんだから、等式、不等式が等式になってほしいのは、この X ダイナリーイコール0っていうところが、等式になってほしいんですけども、それが、ちょうど、この N マイナスランク A 項部分だけなると。いう話になる。ということが同じように、上とこの事実と同じように証明できます。ただ、ちょっとまあ、ランクが出てくるので、ちょっとややこしいんですけども、同じように証明できます。で、これを使います。で、どう使うのかっていうと、こんな感じです。先ほどですね、LP プライムをその標準形の線形計画問題に書き換えたところがありました。で、そこで、に現れる、この A っていう行列ですね。がどんな形をするかっていうと、そこに現れてくる変数の数っていうのは、今、グラフの辺の数 E と、C っていうふうに作った集合の集合の要素数になります。これが、変数の数になります。で、制約として現れる、等式の数っていうのは、頂点数プラス、この C の要素数になります。ですね。で、そうすると、ランク A っていうのは、必ず、行の数と、あ、列の数と行の数の最小値以下になりますから、まあ、特に、これは M 以下なわけです。で、そうすると、先ほど出てきたこの N マイナスランク A っていうのは、必ず N マイナス M 以上になります。で、ここで、M と M を見てあげて、これ計算すると、ここに出てくるのは E-V っていうのが出てくるわけです。で、今ですね、この E の要素数と V の要素数の間には、真に大小関係があるというふうに言ってるので、ここに書いてある、この値っていうのは必ず1以上になります。これが今ここですね。
一条になります。つまり何を言ってるかっていうと、その前に戻りますと、ここに書いてあるこの ZI イコール0となるような数字 I が必ず存在します。で、そうすると、この LP プライムのを標準形に書き換えたものが前の方にあったんですけど、ちょっと忘れてしまったかもしれませんけども、それは、変に対応する変数と、この、C の各集合に対応する変数、large X が、ね、あったんですね。だから、その中のどれか一つは必ず0になります。XE が0になるような E が存在するか、large XS が0になるような S が必ず存在するということが、ここから、今の事実からわかります。しかし、今この場合3っていう場合を考えていて、任意の変に対しては、その変に割り当てられている変数の値は0よりも真に大きいということを仮定しています。ので、XE が0になるということはありえません。ありえません。つまり、ある S に対して、large XS、large XS イコール0が成り立つことになります。large XS というのはどこに出てきたかっていうと、そのヒカット不等式に対応する、この式に、こういう制約に出てきていたわけです。で、今この large XS が0だって言ってるんで、そのような S に対しては、ここに書いてある等式が成り立つということになって、主張が証明できたということになります。早いですね。早いっていうことは今自覚してるんですけども、どうでしょう。ちょっと待ちましょうかね。じゃあ、この流れは追えなかったとしても、いずれにせよ、これですね、この主張が正しいってことはちょっと認めてください。ある S に対して、この統合が成り立つことは認めてください。そういう S があるわけです。そういう S があります。で、この S に着目します。で、どう着目するかっていうと、じゃあ、そのような S を今 S スターと、そうしましょう。ある S に対して、等式に出すと言ってるんで、そのような S スター、そのような S を S スターとします。まあ、そういう例ですね。どの辺の上の変数の値も0より真に大きくって、1より真に小さい。その時には、S スターっていう集合があって、S スターから出ていっている辺の値の相和がちょうど1になってる。今こうなってますね。いいですね。で、この時何するかっていうと、これ S スターがあるんですけども、S スターを一つの点に縮約したグラフっていうのを作ります。で、これを今 G プライムと言います。で、S スター以外の頂点を一つに縮約したグラフ。これを G2 プライムと置くことにします。いいですか？で、このようにグラフを作ります。で、ここからちょっと、ごまかし、何をごまかしてるのかは、まあ、一応言うんですけども、ごまかしながらちょっとやっていきます。そうすると、何が言えるかっていうと、今、ここに、この、ベクトルが今、与えられてるんですけども、それは今、X プライムと X2 プライムっていうふうにしてるんですけども、これらは、今、ここで作った G プライムや G2 プライムの LP プライムの境界であるということが、先ほどと同じような感じの議論で言えます。ちょっとこれは、注意が、いろいろと、本来はあるんですけども、これは、ちゃんとやれば言えます。特に、この、デルタ S プライムに入っている E に対して、XE イコール1であるっていうことをうまく使う必要があります。けども、それを使うことで、ちゃんと、境界であるっていう性質が言えます。ので、そうすると、キノコの過程から、これら、二つのベクトルは、IP の境界の突列を書けるということが言えるわけです。こんな感じですね。で、ここが、いろいろと、ごまかしというか、細かいことを説明しないっていうのがあるんですけども、まずそもそも、この境界の突列を書けるんだけども、その、境界の数は、この G プライム側と G2 プライム側で、同じにできます。同じにできます。同じにできます。それはですね、この、この、縮約している部分があるんですけども、この縮約している部分と縮約してない部分の間にある変集合が、この G プライムと G2 プライムで同じだからです。
っていうことがうまく効いてきます。で、それをちゃんとやろうとすると、ちょっとここ時間がかかるんですけども、ちょっとこの授業でそれをやる時間がないので、ちょっとここは、証明としてはちょっとごまかします。ごまかすんですけども、これ正しいです。正しいです。で、なおかつ、ここもちょっと重要で、この対応する1番、2番、K 番のところで、この、その今言った、この、デルタ S スターに入っている辺のところの値の割り当てが同じようにできます。同じようにできます。これちょっと難しいんですけども、これも、細かく議論すると正しいってことが言えます。で、そうすると 何ができるかっていうと、この2つのベクトルを一緒にして、元のグラフの IP の境界を作ることができます。ただこんな感じですね。この間のこの繋いでる部分は今同じであるってことが仮定できるというふうに言ったので、それをそのままここに持ってきます。で、集約しなかった部分ですね。集約しなかった部分を、この元の、グラフの完全マッチングの辺として持ってくるということをすると、元のグラフの完全マッチングに対応する、ベクトルが作れるという形になって、証明したかったことが証明できるという形になります。ちょっと最後の方は、ごまかしているのは、ごまかしているんですけども、これは正しいことは実際確認できるので、もし興味がある人は、自分で確認してみてください。これ実は、元の論文見てもあんまりちゃんと書いてないので、元の論文見てもあんまりわかんないかもしれませんけども、正しいことは確認できます。で、これで証明完了します。という形で、エドモンズの完全マッチング多面体の証明、完全マッチング多面体定理の証明がこれで終わるという形になります。ちょっと、難しい定理だったとは思うんですけど、こんな感じで証明できるっていうような、雰囲気だけ味わっていただければいいかなというふうに思います。いかがでしょうか。雰囲気はいいですか？わかりますか？機能法でやってるなって感じ、一回わかってもらえばいいかなと思います。はい。難しいですね。確かに。はい。じゃあ最後、あと10分ぐらいで、完全相対整数性っていう話を少ししたいと思います。ですね、完全相対整数性って何なのかっていうと、これ英語で言うと、これはトータル、デュアル、インテグラリティっていう、性質のことを言うんですけども、何かっていうと、デュアル、つまり、相対問題ですね。相対問題の方も実は、整数解を持ちます。先ほど証明したそのエドモンズの定理とか、二部グラフの時に証明したバークホフの定理は何なのかっていうと、LP 緩和、線形計画緩和をすると、線形計画緩和の最適解で IP の境界になるのが存在します。つまり、すべての成分が0か1であるような最適解が存在しますよっていうことを言ってるんですけども、同じようなことが実は、相対問題の方でも言えますよっていうのが、この完全相対整数性っていうものの話です。で、相対問題は、その、値が0か1かっていうふうに、制限されるわけじゃないんですけども、整数であるっていうことが保証される場合があります。で、それが、この2部グラフの場合なんですけども、2部グラフの場合には、この各、辺の費用が整数であるときに、その、LP の相対問題である DLP の最適解として、各頂点に割り当てられる値 YV が整数であるものが存在するということが、ハンガリー法の動きから言えます。ハンガリー法ではですね、はじめに、値を、この YV の値を与えて、それをどんどん更新していくってことをやってました。で、はじめに与えた、この YV の値っていうのは、ある辺の費用になってました。で、その辺の費用が整数だったら、その、初めに与えた値っていうのは必ず整数になります。で、その後でハンガリー法では、この YV っていうのを更新するってことをやってます。で、更新するときには、なんかエプシロンっていう値があって、エプシロンっていう値を足すか引くかってことを実際してました。で、そのハンガリー法のことをちょっと思い出すと、このエプシロンっていうのは必ず正の、
値になっていて、その正の値はこの費用から決まる形になってました。で、そうするとこの費用が整数だったら、このイプシロンっていうのは必ず整数になります。で、その整数を引いたり足したりして、YV っていうのを更新していくので、YV が初め整数だったら、その更新量も必ず整数なので、ずっとこの YV は整数になります。で、そのままハンガリー法が終了したら、YV 整数であるので、それが、DLP の最適解になるんですけども、つまり、最終的にハンガリー法が停止した時に得られている YV というのは DLP の最適解であり、なおかつ今言ったように更新量も必ず整数になるから、最終的に整数であるものが存在するということがわかるということになるわけです。これはもう一度ハンガリー法の、流れを見ていただくと正しいということがわかります。で、今から言うのは何かというとですね、このような良い性質は実は一般グラフの時には成り立たないということをちょっと説明します。その時には、この LP プライムの装置問題である DLP プライムっていうのは何なのかってことをちょっと思い出す必要があって、これ前回やってるんですけども、それをもう一度見てみましょう。で、それはこんな感じの、線形結果問題です。こういうものですね。で、これは先ほど言ったような完全装置整数性を持たない問題になっています。それは何かっていうと、この CE っていうのが全て整数であっても、この問題の最適解として、すべての変数が整数になるようなものは存在しない場合があります。で、それが実は次回行う、説明するアルゴリズムにも少し効いてきます。効いてくるというのは何かというと、アルゴリズムがハンガリー法の場合よりも格段に難しくなるという部分があります。でですね、実際どういう例があったかというと、例は簡単で割と。これですね、頂点数4の完全グラフです。で、頂点数4の完全グラフの時に先ほどの DLP プライムというのが書くとこんな感じになります。で、これすごく簡単な形になってるんですけども、なんでかっていうと、ちょっと戻りますと、この問題は、この Y っていう変数と Z っていう変数があるんですね。で、Z っていう変数は、この、C の各要素 S に対して、ZS という変数が出てくるという形になっています。しかしですね、この頂点数4の完全グラフを持ってくると、この C という集合が空集合になります。ので、この Z っていう変数が登場しなくなるんですね。で、この Y だけの形になって、すごく簡単な形になります。で、この、線形結果問題は簡単に解析ができます。で、まず、どんな形で解析できるかって、まず、これ、この線形結果問題がどんな形をしているかっていうと、変数が4つあります。y1、y2、y3、y4。それは、このグラフの頂点にそれで対応しています。で、その頂点を2つ持ってきて、y1、y2 とか、y1、y3 とか、その頂点を2つ持ってきて、その頂点に対応する変数の和を考えます。y1 とか。で、そのような、組み合わせは6通りあるんですけども、その6通りに対してどれもその変数の和が1以下であるという制約があります。すべての変費用が1であると考えているのでそうなります。で、この線形結果問題ですね。この線形結果問題ですね。これはですね、まずすべての変数の値を2分の1にしてあげると、このすべての制約に満たしますから、これは許容解です。許容解であって、なおかつ、この目的関数の値が2になります。2になります。で、これが最適値であるってことは、元の LP プライムの方を考えるとわかります。じゃあですね、この線形結果問題が、目的関数値が 2であって、なおかつ、すべての変数が整数を取るようなことができますかってことを考えます。今ここですね。y1 から y4 が整数であって、なおかつ、それらの和が2であるようにできますかってことを考えます。でそうするとですね、そもそも、まずですね、この和を2にしようと思ったら、この和を2にしようと思ったら、どこかの変数の値が負になったら、他の変数の値を3以上にする必要があります。でもそうしてしまうと、この下の、制約に満たしませんから、
この、y1 プラス点点点 y4 っていうのを2にしようと思ったら、すべての変数の値は必ず、0以上1以下である必要があります。ので、まあ今こういうことを考えてますね。0以上1以下にする必要があります。じゃあ、その中で、その制約のもとで、この和を2にしようと思ったら、2つの変数を1にする必要があります。2つの変数の値を1にする必要があります。で、例えば、y1 と y2 を1としましょうと。そうすると何が起こるかっていうと、この制約ですね。y1 プラス y2 は、これ2になるんだけども、2っていうのは1よりも大きいわけですね。つまり、この今線を引いた制約を満たさなくなります。つまり、この場合には、DLP プライムの許容解ではなくなります。つまり、y1 から y4 をすべて整数にして目的関数値を2にするような許容解は存在しないということになります。つまり、すべての変数の値を整数にするような最適解は存在しないということが、この、相対問題、線形結果問題に対しては言えるということになって、先ほど言っていた完全相対整数性というのは、この DLP プライムに対して成り立たないということがわかるということになります。で、もう一度言うと、この事実が、来週以降説明する、主相対法を設計する上で、ちょっと困ったことになるということになって、まあ、それをちょっと、まあ、利用してというか、まあ、そういうこともあるんだということを、抑えながら、来週以降、アルゴリズムを設計するということになっていきます。ちょっと今日はですね、難しい定義の証明を行ったりして、その証明の中でも、いろんな難しいことがあって、完璧にというか、すべてをこの中で説明しなかったところはあるんですけども、興味がある人は、いろいろと自分で考えてみて、証明の、ギャップというか、飛ばしたところをぜひ埋めてみてください。で、じゃあ今日のまとめをすると、前回証明しなかったエドモンズの完全マッチング多面体定義の証明を、まあ、行って気になりましたということと、最後に完全相対整数性の話を少ししました。で、次回と次回で、ようやく一般グラフの最小表完全マッチング問題を解く、アルゴリズムの記述をしていこうと思います。で、そこでやるのは、ハンガリー法の時と同じような主相対法なんですけども、その時には今言ったようなちょっと難しい部分があったりしますし、他の難しい部分もあったりします。ので、まあ、2週にわたって説明することになると思うんですけども、まあ、できる限りわかるようにしていきたいと思います。では、今日の授業はこれで終わりにします。ありがとうございました。